はいじゃあ今回はウニの発生の続きをやりたいなっていうふうに思います。じゃあ見てください。前回まではウニが受精卵から発生を始めていって確かこれね示したりおり。 線毛が生えて運動性が出てきて周りの受精膜を破って飛び出してくる負荷孵化、ね、するところまではやっていったと思うんだよねでもまあこれでじゃあウニかウニかって言ったらこれはウニのまだまだ途中なんで今回はさっきも言った通り続きなので崩壊からこの後陽性っていう時期を経てでさらには生体、まあ、みんなが知ってるあのウニでねあの形になるまでの過程っていうのをやっていきたいなっていうふうに思います はいじゃあ早速ね放廃棄からのウニの発生を紹介していきたいなというふうに思います。じゃあ見てください この状態は放肺器の肺で、まあ、周りに繊毛があって今この肺はまあ周り中をこう静止してるわけじゃなくてね泳ぎ回ってるんだよね。で一応今見やすくするために静止してもらってるけど、まあ、こういうふうにこう書いてある場合っていうのは基本的に上が動物局で下が植物局で今回はここにもある通りこれは肺の断面です、ね、だからこれ以降も全部肺の断面ってことで紹介していくからね。で実際にのの時期の 発生がさらに進んでいくといきなりこれがウになるわけじゃなくて実は植物極側の外の細胞の一部がね本当一部なんだけど実はこの中の隙間これなんて言ったかというとこれは放廃坑って言ったと思うんだけど実はこの放廃坑の中にね入り込んでくる有利してくるってことが見られるのじゃあその様子をちょっと見てもらうよはいこんな感じですうん、入ってきてるねそうすると この赤で示ししたたここの有利してきた細胞をこれをれ一感式っていうふうに言うんだねで一応この一次感受式が入ってきている時期っていうのはまだ放廃期だってことも忘れないでいてほしいの。ただこの一次感受式はただ入り込んだだけじゃなくて入り込むとこの外側の細胞を内側に引っ張り上げるみたいな感じなことが起きるんだよ。じゃあその様子をちょっと示してみるとはい次はこうです。うん、そうするとほら 1>, 1時間重式は横によ,よけてるかもしんないけど彼らがここを引っ張り上げたせいで外、まあ、表面の部分はガッてこうなんていうのかなへこんでる状態になるよね。そうすると引き上がったこととを何てううかっていうと実はそれを入っていうふうに言いますそうすると「貫入」によってできた穴のことを実は「原稿」っていうふうに言うんだね。でこの原稿っていうのはここにも変える。 書いてある通り将来ね肛門になるところなんだよへえ。だからまあ、これは僕らも同じなんだけど肛門からできてくるんだっていうところなんだよねで、肛門の奥は何かあるかって言ったら僕らと同じから基本的に腸があるんだけど腸っていうのは基本的に口と肛門がつながった管の部分だよねでもこれは肛門はできてるけどまだ 貫通して口ができてるわけじゃないから腸の原型みたいなイメージなんでこれを原腸っていうふうに言うのだから原腸が見られる時期だからこの時期からを原腸肺っていうふうに言うんだねだから基本的に原腸肺は関与をするってところからスタートしてくるってことなんだで実際にじゃあこの関与は一時関重式によって引き起こされたのはわかるけどこの後貫通しないといつまでたってもご飯食べれないみたいなことになってしまうでしょだから実際にその関与をさらに継続させるみたいな イメージで、現調の先端のところからもうちょっとね細胞が内側、つまり方配孔の中に有利してくるみたいなことがあるんだよね。じゃあ有利して来てる来る細胞がこれです。 ね、ちょっと色変えてみたけどこれを「二時間重式っていうふうに分けね。還誘の前に入ってきたのが一時間重式で還誘の後に入ってきたのが二時間重式だよみたいなこんな感じなんだだからイメージとしてはこの二時間重式がどん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 この還誘引き上げるものを継続していくと最終的にはこの先端が反対側に達してはいどんな感じになるかっていうとはいこうです、ね。実際にはそれが足して ここの原稿の部分と反対側のところが完全に貫通してくる。これ、あの2つの細胞に分かれたわけじゃないよ。わかるよね。これはもちろん断面だからさ。 ここの部分がつながったんだなみたいな感じですそうすると新しく開いた穴は何になるかっていったら当然口になるとそうすると口ができて肛門ができてこの時幻聴ではなくちゃんと腸ってことになるからこれで幻聴肺が終わるみたいな感じなんだよだからもう一回ちょっと確認するけど現腸肺は乳がスタートしてこういういに完了するまでのなななんんだだってことなんだよね、うん、で実際にこの幻聴肺っていうのがまあまあ終わるっていうか。 もうこの瞬間終わってるし現状肺の最後だって感じなんだけどいずれにしても関入が終わった時点でこの肺のどこに組織あるいは細胞が位置しているのかってことでそれらの細胞とか組織を実はね肺葉って形で3つに分類するっていうルールがあったりするの。じゃあその肺葉っていうのがどこの部分にどういう名前で散らばっているのか分布しているのかっていうのをちょっと一気に示してみるよはいこんな感じです。はい そうするとさっき言った肺葉は外中内ここの3つのつに分けることですまずこの外肺葉っていうものは肺の外層に位置する組織でこちらで言うと青で示した部分ですつまりさっき肝臓が終えたばかりの本当に外側の部分に位置しているこれが外肺肺ということなんだ。 じゃあ次の中胚葉はどうかというと構内に有利した組織これでいうと構内っていうのはこの内側の隙間の部分だからこれはもともとは何だったかというと1時間重式ここにいるのはこれ2次間数式つまり1次間数式と2次間数式由来のものっていうのが実は中胚葉っていうふうに分類されてるっていうのを覚えておいてほしい。で最後に内葉現元をなす組織もともとは外にいたんだけど 反乳によって引き込まれることによって現長の側壁をなすような組織たちここでいうと緑で示しているものってのも内配用っていう風に言うわけだからポジションどこのポジションを取っているのかってことで外配用中配用内配用に分かれてくるってことをしっかり覚えておいてほしいであと最後にねまあ、ポイントとしてはもちろんこの黄色の部分をしっかり覚えておいてほしいんだけれどもね見落としちゃいけないよ一時間重資金の一時間重式は ここの後ずっっっととと見ててていいくと名前が変わってるってこと <laughs>、うん、コッペンっていう風にねだから実はこの1時間重識のコッペンがこうやって針状になるからこのあとウニはみんなが知ってたるのこうトゲみたいなねああいうふうな形態になっていくってことがあるわけ。まあ、いずれにしてもこのね三汎用っていう部分をしっかり覚えてもらって、ね、これは場所による分類なんだなってことをぜひこの色付きでねしっかりあの復習するようにしてみてください。 はいじゃあ幻聴杯が終わってみんなが知ってるあのウニのねあの形になるまでの話をじゃあしていくよじゃあ見てください。ね、幻聴杯が終わると原稿だった部分は肛門になり反対側の部分は口になりみたいな感じで完全に聴観ってものは出来上がる。だけど初めの、まあ、言ったら幻聴杯、まあ、幻聴っていうものは基本的には何かこうおむすびみたいな形をしてたと思うんだよね。 でも、まあ、今までは完全にこう断面ってことで示していたんだけど、まあ、今回も断面は断面なんだけどねだけど一応形がねまあなんていうのかなこんな感じで正四面体とかっていって、まあ、こういう形になんか立体的に書くとこういう形になってくるみたいなことがあって実際にこういうふうな時期でこんな形になってくると、まあ、これプリズムっていうふうに言うんでそこからプリズム陽性っていうふうに言うようになるわけ。 で基本的にこのプリズム陽性になると完全にまあ口が機能しているってことがあるから自由に動き回るってだけじゃなくて。 餌の摂取が可能になってくるんだよねそうすると、まあ、カエルもそうなんだけどちゃんと餌が食べられるようになると今までは「なんとかはい」って表現してたところがもう一回うよ「よ餌が食べられるようになってくると「妖精」っていうふうに言うように変わるわけ。ね、だから、まあ、プリズム妖精はすでに口があるんだなってことをぜひ覚えておいてほしい。で忘れてほしくないのはこのプリズム妖精の中にこの赤い部分があると思うんだけどこれは一次感受式が変化していたコッペン。 で、この後、このコッペンが、さらに、さらに、こう、中で発達をしていくってことになると。このプリズムの形はずっと続くわけではなくて。まあ、形が大きく変化してくるんだよね。まあ、その変化した要素、じゃ、一気に見てみると、はい、こんな感じです。うん。そうすると、実際に、このコッペンがどん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 発達してて、このプリズムは。 形が変わり。まあこういう風うにね。まあ、腕とかって呼ばれるんだけど、これちょっとトゲ状というか針のような構造がこうやって見,見られてくるんだね。だからプルテウス。妖精はコッペが発達してトゲ状になる。だからまあこういう形からこんな形帯になってくると、まあ、名前がプルテウス妖精ってことになるんだなってお願いします。で、さらにこのプルテウス、妖精のトゲがどん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 増えていって。携帯が。 って,言ってまあそれのことを何て言うかっていうところもちょっと注目しながら見てほしいんだけどはいそうすするとこんな感じです、うん、変態を起こしていくってことになるとまあ最終的にみんなが知っているウニの形になるまあこれも断面だけどね、うん、大丈夫よね。で実際にこの生態になってくるとまあ、あ,あ知ってるからいいわって思うかもしんないんだけどさ大事なのは今まで下側に「こ肛門」って書いてたところが。 この声帯になってくると実は下によく書かれるのが口になってくるわけだからこのウニたちはこの下側にある口のところで昆布とかにくっついて昆布を食べて まあそうね、まあ、昆布食べるからいいか悪いかで言ったらまあちょっとねあの国によってはあんまりいい動物ってとはされない場合もあったりはするんだけど、まあ、それはあの生態とかねそういうところで話したと思うんだけど、まあ、いずれにしてもこの下の部分が基本的には口になってくるってことを覚えておいてほしいかな。だからここで食べて上側の肛門から排泄物を出すと。 うん、だから一応このポイントとしてもう一回見てもらうといい餌が食べられるようになるとプリズム陽性プルテウス陽性生体ってなってくるんだけどこっからここの変化は変態だってこともぜひねちゃんと覚えるようにしてみてください。はいじゃあ今回の内容を問題で確認していきたいなというふうに思います。じゃあ見ててくださいいいウニのの発生について次の問いにつ次問答えよう 胞胚期で管由に先立って腔内に由里する細胞を答えよう。うん。ウニの発生の中では胞胚腔っていう隙間に由里してくる細胞は基本的には管柱式って名前ついたと思うんでね。だけど管由のに先立ってってことだから管由の前に入ってくるっていうものだから今回は何かっていうとこれは。 ね、1時間重式ってことでお願いします、ね、この1時間重式が構内に入ってきてくれるからそこの部分で実は勧入ってものが起きてくるんでしょってことがあったと思うんだよねだからその勧入が終えた後に構内に入ってくるやつは基本的に1時じゃなくて次だから2時ってことでねだからそこの,あのどこを境に1時なのか2時なのかってことも、ね、しっかり覚えておいてください、うん、じゃあ2番ね「勧入によって生じた空間の名称を答えなさい」まあ ウニの肺は初めから包廻孔っていう内側には隙間があるんだけど、今回は貫入によって新しく生じた隙間ってことだから、まあ多分あそこの部分かなっていうのはわかると思うんだけど、まあちょっと確認していきよう。入によってできた穴って何だったっけ？確か原孔って言ったよね。そうそうその原孔っていうのは将来何になってくるかっていうと、そこは肛門になってくるってことがあったと思う。で、実際にその肛門の先には 基本的には新たな空間ができる。まあ、その空間を聞いてるんだけど、その空間は僕らにもあって、僕らはまあ言ったら消化管まあ、腸になっているわけなんでね。ただ、このウニのこの時期の灰っていうのは肛門はできてるけど、まだ。 貫通はしてなくて口がないっていう状態だから腸になる前段階だってことで、まあ、その肺の名前にもまあついてるわけだけどそれをと言ったと思うんだよだから実際に介入によって新しくできたまあ空間はもちろんそこで言う腸ではなくてその前段階だよっていうそれを答えてほしいからこれのことを、ね「原腸」っていうふうに言うわけ。 ね、だから実際どこの隙間を示しているのかなみたいなものがよく出るのでね干入によって新しくできた隙間これは現状だってことはしっかり覚えておいてくださいじゃあ3番目干入完了直後に見られる陽性の名称を答えよううん干入が終わると実際貫通をして口が出来上がってまあその口が出来上がる頃のその肺を見てみると形が確かこんなね こんな感じでちょっとプリズム型というかまあ言ったらこう正四面体みたいな言い方をするんだけどこういう形してるんだよねだからこの形からまあ名前がついててもうちょっと言ってしまったけどこれのことをプリズム。 プリズム妖精の後にさらに見たら骨格があのあ骨片がねごめんね骨片がどん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 発達していくとプルテウス妖精だからプリズム妖精プルテウス妖精っていうふうなこういう順番なんでこれ逆にしないようにちょっと気をつけてください。うん、じゃあ次4番目。ののの矢印の部分は肛門と口のどちらでこれ。 見てもらうううとともうこれは完完成成品だだだよよね完成したウニだと思うんだよで今までどの肺を見ても上に動物局で下に植物局でその植物局のところから陥入が起きて必ず肛門、まあ、原稿とか肛門は下に書くっていうふうにしてたと思うんだよね。ただプルテウス妖精から基本的に変態を経てできたこの生態っていうのはまあ本当に大きく形が変わるんで今まで下に書いていた肛門は実は 逆にななっってしまうみたたいなことがあったりするのだから実際にウニっていうのはここの部分この矢印側の部分を持って昆布とかにこうくっついているんだけどまさか昆布にくっついてるのに昆布側にねあの排泄物するってちょっと意味がわからないでしょつまり昆布にくっついてるのは昆布食めるためなんだからもちろんこの矢印の部分は何か口か肛門かといったら今回は。 口ってことでお願いします、ね、ただ本当に大事だからちょっと言っておくとによっっててできた原稿っていう穴、ね、穴の部分はは一応そこは肛門なんだよねだからもともと原稿の部分はこことここはどこですかって言ったら肛門側を示さなきゃいけないわけだから今回まあそういう問題ないけど上を示さなきゃいけないんだってことねちゃんとその辺を合わせていって最終的な位置っていうのをねあの答えられるように復習するようにしてみてください。 はい、じゃあ生態までのウニの発生をまとめていきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。ね、今回は幻聴胚から生態っていうことでまやったんだけど、幻聴胚っていうのはそもそも何かっていうと幹乳まあ一時幹柱式によって。 確か外装の細胞が引き上げられて、まあ、内側にこうへこむそれを貫入って言ったんだけどその貫入がスタートしたところからっっていうのが始まったと思うんだよねで実際にその貫入は2時間重識によってどん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 継続されてくると最終的には反対側のところで貫通してその貫通した様子がこれなんだ。 だから実際に初めに開いたこの穴は原孔っていうふうに言ってここは肛門なんだけどいずれにしてもこの原腸肺の時点では外側にいる細胞のことを外肺葉と言いい口内にいる細胞のことを中肺葉と言いいでこのさっきも言った原腸をなす、まあ、腸をなすこの細胞緑で致命した部分を内肺葉っていってこの時点で 3配用に実は分類することとができるとでさらにこの弦長はあの貫通が完了すると形がこういうふうな正四面体みたいな形になってきてこの形態からまあ餌の摂取が可能になるってところからも幼、ま、生、あ、って名前がつきつつこの形態からプリズム幼生っていうふうに名前がついた。 で実際にそのプリズム妖精の中には一時間樹脂器由来だったこのコッペンがいてこのコッペンが更に更にこう発達をしてくると大きく形が変わってこんな形になってくるそうすると実際にはプルテウス妖精って名前になりましたでこのプルテウス妖精が最終的に変態ってプロセスを経てくるとみんなが知ってるあのウニの形になってくるとねだから幻聴肺から ププリズム陽性プルテウス体、ね、特にここの妖精の名前をこうひっくり返さないようにちょっと気をつけながらあの復習するようにしてみてください。